インドの台所へようこそ。今日私はムンバイマサラトーストを作りたいと思います。実はサンドイッチがインド料理の一つとして思われてはいませんが、これがインドではとても人気があります。最初に詰め物を作ります。油大さじ1杯を熱します。油を熱した後マスタードシードを加えます。これがパチパチ音を立てるとカレーリーフと玉ねぎの半分を加えます。というと玉ねぎ1個ぐらいです。これを炒めすぎないように柔らかくなるまで炒めます。そして刻んだトマト、それから生姜とチリペースト、エンドウを入れて トマトが柔らかくなるまで煮えます。そして刻んだじゃがいもを入れてから調味料としてお塩、ウコンパウダー、お砂糖、レモン汁、コリアンダーの葉っぱ、よく混ぜます。じゃがいもを少し潰しながら炒めましょう。はい、詰め物ができました。ちょっと冷ましておきます。ではサンドイッチを作りましょう。コリアンダーとミントのチャトニーがもう作ってあります。これをパンにつけます。よければトマトまたはキュウリも加えますが、サンドイッチがぐしゃぐしゃになってしまうので私は使わないことにしています。切った玉ねぎをのせてチャットマサラを振りかけます。大さじ2杯ぐらいの詰め物を入れてパンの真ん中にのせます。その上にパンの一切れをのせます。グリルするつもりなのでグリルに吸い付かないように少しバターを塗りましょう。裏返して両面に塗ります。熱いグリルの上に乗せます。グリルは熱いので気をつけてくださいね。グリルがない場合、サンドイッチを熱したパンの上に置いて、その上に何か重いものを置いて両面を焼いてください。ではサンドイッチができました。この料理は子どもたちのお弁当にもなるし、偶然いらっしゃったお客様にも美味しいスナックとして差し上げられます。では材料です。茹でて切ったじゃがいも3個、縦に切った玉ねぎ2個、種を取り除いて刻んだトマト1個、茹でたエンドウカップ半分、コリアンダーの葉っぱ、レモン半分、カレーリーフ、生姜とチリペースト小さじ1杯、マスタードシード小さじ2分の1、ウコンパウダー小さじ4分の1、お砂糖小さじ1杯、お塩、バター、チャットマサラ、コリアンダーとミントのチャトニー、パン、油大さじ1杯、登録とコメントもお願いね。さようなら。